ジョン・ M ・チャウニング、ジョン・チャウニング、1934年8月22日、生まれ、ニュージャージー州セーラム郡セーラム出身は、アメリカの作曲家、音楽家、教授であり、スタンフォード大学における、自身の音楽作品と、FM 音源の発見者として知られる。チャウニングは1967年に、FM 合成アルゴリズムを発見したことで知られる。FM 合成では、 搬送周波数と変調周波数の両方が過帳周波内にある。その本質は、ある波形の振幅と周波数は別の波形の周波数を変調し、二つの周波数の比率に応じて周期的または非周期的波形を生成することである。チャウニングによる画期的な進歩により、処理上シンプルであるが、豊かな響きの音色が可能になった。 金属の打撃音や鐘のような音を合成し、本物の打楽器に近づいた。彼は6年間を費やしてこの大きな発見を音楽的に重要なシステムに仕立て上げ、最終的には歌声を含む多数の楽音をシミュレートすることができるようになった。1974年スタンフォード大学は、この発見をヤマハにライセンス供与し、チャウニングは、 ヤマハと共に一連のシンセサイザーと電子オルガンを開発することになる。この特許はかつてスタンフォードにおいて他のエレクトロニクス、コンピューターサイエンスおよびバイオテクノロジーの影を薄くするぐらい最も利益を生む特許であった。FM シンセシスを組み込んだ最初の商用楽器は1977年にニューイングランドデジタルコーポレーションによって発表されたシンクリビア,アイだった。 1980年に発表されたシンクリビア2はその年からポピュラー音楽の制作に頻繁に使用された。FM アルゴリズムを組み込んだ最初のヤマハ製品は1981年に最初に発売されたデジタルシンセサイザーである GS1 だった。これは当時チャウニングを含め高すぎると考える人もいた。その直後の1983年に ヤマハは最初の商業的成功を収めたデジタル FM シンセサイザーデラックス7を発売した。チャウニングのもう一つの重要な仕事は物理的な空間を通る音の動きのシミュレーションである。1972年に初めてターニスという作品で4つのスピーカーだけを使用して連続360度空間の錯覚を作ることができた。 チャウニングは1959年に米国ビッテンベルク大学で音楽の学士号を取得。その後、パリのナディア・ブーランジェの下で2年間作曲を学び、1966年にスタンフォード大学にてドマを取得、リーランド・スミスに指示した。1975年にはスタンフォード大学音楽音響研究センターの創設ディレクターを務めた。またチャウニングは、 パリのアイルシムに長い間従事していた。チャウニングは、エリザベス・ケラーと結婚し、ジョンとマリアンヌという二人の子供がいる。また、ジョンとマリアンヌには、それぞれ二人ずつ、チャウニングの孫にあたる、マデリーン、ジェイド、サム、エヴァンという子供がいる。二回目の結婚相手は、モーリーン・ティアニーであり、ジェームズ・スコットという子供が一人いる。チャウニングの最も有名な作品の一つは、 ストライアである。これは20世紀の展望と題したアイルシム最初の主要コンサートシリーズのために移植された作品である。その作曲法では有名な FM アルゴリズムと音楽に黄金平均の利用した貴重和音が特徴的である。他の有名な作品には360度の空間で音が動くような錯覚を起こす最初の電子音楽作品の一つであるターニスが あげられる。フォーンでは初めて音声合成を FM 上で実現した。ありがとうございます。